どうも、どうぞるです。はい、ということで、皆さん、先ほどまでですね、ゼロから展開行くまで終われませんという、生放送、今回3日に分けてね、今日が4000まで、ゼロから4000まで、そして明日が4000から6000まで、そして最終日が6000から7000までと、3日に分けて毎日正午から、お送りしているこちらの生放送ですが、なんと初日はですね、ゼロから4000まで無敗で、ありがとうございます結構ね、楽しい放送だったんじゃないかな。海外のそれこそね YouTuber の今チャレンジが来てるこ の CWA っていうクラッシュウィズアッシュっていう YouTuber がいるんですけど、アッシュもね、生放送に遊びに来てこのチャレンジやってよとか言ってね、スーパーチャット投げてくれたり、あと有名投手のね、田中マー君さんが、ツイートでね見てますって言ってくれたりですね、まあ、たくさんの方に本当同説も1万2000とかがピークつきまして、たくさんの方に本当応援いただきありがとうございました。いやー、まあ、ぶっちゃけね、生放送ってこう、一人とか二人だけではね、成り立たなくて、やっぱ見てくれる方とかがね、コメントくれたりとか、応援してくれたりするからこそ、ね、成り立つっていうのはあるのでね、ぜひ明日も明後日も、見ていただきたいんですけれども、今日はですね、ちょっとゴーレムで私の、まあ、トチッタンさんっていうね、私、いつも教えてもらってる方がいるんですけれども、トチッタンさんが、なんとゴーレムで世界、2位かな ?1 位かな日本で初めて、8000に今回行って、実際今日だけでもまた出ましたよね、おそらく。日本で初がトチッタンさんだったんですが、その後、ムギッタンさんも出て、日本で8000行ってるのが、すごいね、今シーズン。今5人か。ルークさん。ルークさんはユーヤさんかな、もともとユーヤさんっていう名前で、今ルークさんっていう名前になってて、はじめさん、クロスボウが得意なね、はじめさん、トチッタンさん、ゴーレムですね。リクさん、リクさん。これ誰だろう、わかんない、ちょっとごめんなさい。リクさんと、あとはムギッタンさん。リクさんって誰か名前変えたのかな、遅延枯渇の方でもないな。ゴーレム使いか、ちょっと存じ上げない、ごめんなさい。というところで5人今8000プレイヤーが出ているんですけれども、トチッタンさんからですね、いろいろ立ち回りも含めて、リプレイをいただいておりますので、昨日もらってて、昨日動画撮りたかったんですけど、ごめんなさい。いろいろ準備とか、いろいろしてたらですね、撮れなくて、今から撮っていきたいと思います。ラバル1戦目ラバルか、あ違う、1戦目クロスか、クロス相手はこれスターリー師匠にもね習ったやつなんですけれども、基本的には1分になるまでは相手の、クロスタイムなので、まあ、そこはうまく、ゴレを合わせながら、立ち回っていってくださいというところでちょっと見ていきましょうかね。結構リプレイ数も多いんで、まあ、ゴーレム使いの人はぜひ参考にしてみてください。すごいな、トチッタンさんがゴーレムイズストロングっていうクロンで、相手は X 棒っていうクロス棒っていうクランですね。初手ゴレモをしていく。で、いつも私が教えてもらってるスターリーさん。スターリーさんはね、割と守りのゴレで、その、受けが慎重なんですよね。逆に、トチッタンさんの方がより攻撃的かつ、その、初手ゴレとかで一気に仕掛けていくんですけど、初手ゴレって結構リスクが高いんですよね。かなりリスク高い戦術にはなってくるので、その分判断が求められるっていう感じですかね。さあ、ここもランバー追加して、まあ、この時点で相手クロスボウっていうのも、もう、クラン名からもさらに、多分もう分かってて初手ゴレしてる感じしますけどね。さあ、ロリババ回して、これで、ロリババまで出すことによって、ゴーレムが回ってくるのかな。その、カードをガンガン回すことによって、攻めでカードを使うことによって、ゴーレムを回せる。ゴーレムを回せると、今度攻めのゴーレムが出せるっていうところで、クロスボウに対してはこんな感じで、ゴーレムまで回すと、相手の攻めクロスに対して対応 しやすいって感じですね。ここもゴレ行くのかな、後ろから。結構、ゴレ使いの中でも立ち回りが違って面白いですね。あ、ここはクロス受けの位置からですね。まあ、クロスには基本的にはこの位置から出すのが、テンプレートだと思います。さあ、ここはもう相手がクロスって分かってるんで、クロス対応位置から、ゴレダクネの形を作って、で、おそらく、攻めの、カードをガンガン使ってって、またゴレまで回していく意識なのかな、イメージ的には。まあ、ただ、ここ相手うまく守ってきて、ここからは、ゴレ回るまであと2枚以上あるんで、相手のクロスを受ける、フェーズになってきます。基本的にゴレあるときはクロス相手にはゴレを今の位置に出して攻めのカードを使っていって、でないときは、ロリババプラスライトニングとか、ランバープラスのベビドラとか、まあ、そういうカードで受けていきますね。さあ、ここで1分切るんですが、ランバープラスのベビドラまでつけるかな。あ、つけない。ライトニングでうまく受けていきました。こうなると、ダメージリードかなり取れてるんで、クロスボウとかにはやっぱり最初の2分間にダメージリード取られなければ負けないですね。ただ相手も上手い方ですからね、8000近くの。さあ、ゴレダクネ形作って、もう必ずこの位置からゴレですね。ゴレ出して。
最初のあそこでダメージリード取れるのもすごいけどな。やっぱ基本となるのはこの、アーチャーとか、あとこのクロスボウに対してはトルネードが腐りやすいんで、こんな感じでアーチャーにトルネード使ってあげたりしてうまく回していきますね。でゴレまで回してのこれゴレ出すか、あゴレこの位置、この位置のゴレはちょっと全然初めて見ますね。まあ、ローリングウッドで剥がされない位置でしっかり、このクロスボウを守ってっていう感じですかね。ローリングウッド、いつもの位置だとローリングウッドで剥がされてそのままダメージ受けちゃうみたいなこともあるので、ここも意識してるのは多分ローリババまでも出すんじゃないかな。あここローリババ出してでゴレまで回すっていう、ここもローリングウッドで剥がされない位置ですね。あこれもうあれか、ゴレ展開しないって感じなのかな。ちょっと早送りできますね。攻めで、しっかりカードを使うことで、ゴレまで回して、ゴレまで回して、で、こっから、さあ、クロスボウを処理しつつ、まあ、守ってますね。タイブレーカールールを見てんのかな。もうだから、要は、こっから攻めてゴレで逆転されるっていうのが一番嫌だから、まあ、こうやってクロスボウに対して必ずゴレを当てて、守って守っても慎重に勝ちを狙っていくっていう戦術ですね。あのこっちの方が、しっかりその負ける可能性がないんでね。さあライトニング合わせて、基本的にはクロスに対してゴレ、ゴレがなければライトニングプラスのロリババとかでね合わせていくと安心かなと思います。さあ最後ライトニングで削ってフィニッシュという感じですね。あそこからゴレを展開していかないっていうのは一つ学びになりました。その守りのゴレでちゃんとこう勝ちを拾っていくじゃないですけど、もう勝つところからはもう負けないような立ち回りをしていくっていうのは面白いですね。あゴレ対ゴレみたい。ゴレ対ゴレは私いつもスターリーさんっていう方にゴレ教えてもらってるんですけど、ゴレ対ゴレはもうトチッタンさんが一番うまいって言ってましたね。本当にうまいって言ってました。ゴレ対ゴレ、対ゴーレムは基本同サイドで攻めますが、相手が攻めてる逆サイドにゴーレムを展開してきた場合は、自分が攻めてる方にエリクサーを割いて、逆サイドを捨てる覚悟で必ず1本折るっていうのがポイントですね。見ていきましょう。ゴレ対ゴレって難しいですよね。上がトチッタンさんですね。ゴレ対ゴレって本当に難しくて、その高エニットとかトルネードのキングタワー起動とか割とですね、ライトニングを高エに打つとかね、選択肢が結構多いので、相手の攻めに対してどう、 こう立ち回るかっていうのはすごい難しいんですよ。今回おそらくこれ相手ゴレっていうのがお互い分かってて回してるんだと思います。トチッタンさんがこうやって早めにランバーを出したのも、自分のゴーレムを回してって感じかな。ゴレ対ゴレはもう最初の2分間でもね、ガンガンゴレ出した方がいいです。ここはトルネード警戒位置ですかね。トルネード警戒位置に出しつつ、さあただ遅延のこれゴレ、渦巻さん、さあここはライトニングっていきますね。こうやって高エニットを溶かしていった方が結局カウンター受けないからいいんですよね。でもライトニング打つところを間違えちゃうともう一気にやられちゃいますから。さあここトルネードで寄せて、まあ、ゴレまで回していきますかね。さあお互い様子を見ていきますが、こうなると渦巻さんがゴレ展開していくので、それに対してどう差し込んでいくか。ランバ出すのかな、さすがに出さないか。さあロリババ、ここはトチッタンさんもしっかりゴレまで回して、まあ、ゴレ対ゴレの形作っていきます。さあこうなるとトチッタンさん右を狙っていきたいんで、これはもうそれぞれ別になりますよね。基本的には同サイドなんですけど、もうトチッタンさんこう右で1000リード取ってるんで、逆サイド取って、でさっきのポイントですね、ゴレ対ゴレの時は必ず攻めてる方に、エリクサを使って、1本は必ず折るっていう。一番最悪なのは守りにエリクサを使いすぎて折れないってことなんで、ここはちゃんと折る用のエリクサを使っていく。でも今のところ守りエリクサかなり使ってますね。さあここで攻めのエリクサ追加して、あでもこれ美味しい、いやでもうまいな。遅延でここアイスウィザードもかなりあれしてしまいますが、ただこれでグッドゲームと、ライトニング圏内までなりましたね。意外とねこのクロスでゴーレムがすれ違う時のこの防衛は本当難しいんですよね。
ここからは攻めの鉄板であるこのトルネベビドラ、ここで処理しつつ、いやこれでもヒヤッとするシーンですけどね。いやでも丁寧に守って、なんでここまでダメリード離れてたら正直負けないですかね。ここはゴーレムの公営ニット、ゴーレムだけでは折れないのでゴーレムの公営ニットを警戒するダクネを出してフィニッシュという感じでした。まあここちょっとね、判断がゴーレムデッキ対決って手札がやっぱ少ないんで、割とこう見てる分には簡単そうに見えるんですけど、一手間違うともうそれだけで試合が決まっちゃうっていうのがゴーレム対ゴーレムですね。さあ続いて迫撃ロイジャイ、ちょっとね僕のトルタイだと迫撃ロイジャイがあんまいないんだけど、今流行ってんのかな。一応見ていいですか。あんまりこう僕は戦ったことほとんどないんで、ちょっと倍速で見させてもらいます。迫撃ロイジャイには結構迫撃デッキに対してはこのゴレをもうガンガン積極的に、まあ、クロスと一緒ですよね。ゴレで攻めの形を作っていくっていうのが相手が攻めれなくなるんで嫌だと思いますが、さあババアが防衛で硬いですね。ここは一気にさあ初手で大ダメージ、相手がロケット使ったっていうのを見て追加ユニットですね。この相手がロケットで防衛してきたときに追加のユニット出すか出さないか問題なんですけど、ミニゴレが残る場合は追加ユニット出していいっていう感じでしたね。逆にミニゴレまでロケットで一緒にやられちゃう、ゴレが弾けたタイミングでロケットだったら、まあ、追加ユニット出さない方がいいかな。そのミニゴレをやっぱ生かすっていうのが気持ちとしては大事だと思います。ここもバーバリアン見る前にベビドラ出てますね。ここも絶対ゴレに対してババア当ててくるんで、ベビドラ先に出してこうやって早い処理をするとって感じですね。でここはロケットでミニゴレまでやられちゃったんで、ランバーは足さずっていう。ここもゴレでタゲ取りながらお手本のようなね攻めですね。さあここもベビドラももうババが見える前から出しておくと。さあここは一気に左も落としてもう大勝ちですね。相手はさすがに諦めてというところでした。さすが。いやでもこれもだってトロすごい高いところでの勝負ですからね。さあ続いていきますか。今日何個あるんだろう。1、2、あと3つもあるのか。読み取り緑だし、ゴーレム使いからしたら幸せの時間でしかないんだけど上手い人のやっぱ自分が使ってるデッキの上手い人のリプレイを見るってなんか楽しいですよね。クラルマの本当私の好きな時間の一つです。トロ上げしてる時も楽しいんですけど、あ、ウォールブレイカーはね、相性悪いんですよね。対ウォールブレイカー。対ウォールブレイカーは、高回転なので、ゴレ使ってる側からしたら回転が追いつかなくてとても厄介ですと。なので、捨てと許容することが、大切です。1分まで基本守って、ウォールブレイカーにはロリババが取るねね。で、マジックアーチャーにはメガゴア相手に、で、延命してこなさそうだったら、ロリババを出したりして、マジアーチャーとウォールブレイカーがやっぱ厄介って感じですかね。ミニペニはランバーとかダクネを当てて、ディガーは強要しながら、ディガーコウモリ、相手のねウォールブレイカーデッキってウォールブレイカーディガーか、ディガーコウモリか、あともう一個なんかあるかな、その3パターンぐらいしか攻めがないので、まあ、そこにちゃんと、大ダメージを受けないように、基本最初の2分間は守っていくと、いうのがポイントになってきそうです。でね、頭で分かってるけど最初の2分間守るのがマジで難しい。本当ウォールブレイカーは上がトチッタンさんですね。トルネ、ロリババ、ここら辺の使い方で必ずそれで守れないフェーズが出てくるんで、そこで許容しての攻めにつなげるみたいな判断も大事になってきます。その相手が上手くなると結局そのこっちが受けれないタイミングでの攻めが必ず発生してくるんで、そこで無理にエリクサを使ってその変な守りにならないようにみたいな立ち回りが大事になってきますね。さあこの位置からのメガゴだと、マジックアーチャーがこうタワー射抜けないんで、トルネ丁寧に使ってこう角出しっていうか一番後ろの角から出すのは大事ですね。さあここはベビドラの意識としてはマジアーチャーのターゲット取りと、コウモリのターゲット取りですね。ここは焼きつそう左相手うまいな。ちゃんとこの下の方もエリクサー的にきついのが分かってミニペイ刺してますね。いやここはいい。ロリババでマジアチャまで処理、美味しいですね。さあディガー来ますが
ここはきっちりトルネードを使いながら、でもじわりじわりとやっぱ削られちゃうのがこのウォールブレイカーの強いとこですよね。最初の2分間過ぎればゴーレムも、まあ、対等ぐらいで戦っていけるんですけれども、まあ、結構あるあるパターンとしては最初の2分間でダメリード取られてしまって、そのダメリードをじわりじわりと広げられて、終わるっていうパターンが多いです。さあここポイントですね。ここも守ろうと思ったら今4コストのユニットをタワー前に出すことできたんですけど、出してもどっちにしろ守れないっていうところで、しっかりゴレダクネの攻めの形をね意識して作っていきます。これがめちゃめちゃ重要ですね。ダクネここでやられちゃったんですけど、しっかり相手にローリングと2コスまた追加で使わせることによって、さあここは相手時間稼いでる隙に右に一気に攻めの形、さあトルネードでマジアチを前に引いて、この攻めトルネがマジで大事ですね。アイスイーズ、マスケット、アーチャー、あとはまあこのマジックアーチャーとかファルチェとか、まあ、そういったこう高ユニットで厄介なユニットに対しては攻めトルネで前に引いてベビドラで処理するっていうのが、まあ、本当に大事なパターンになってきます。でここで11交換ですね。11交換するのがまずは大事。さあ一気に行く、これは大ダメージ でこれそのまま行く、さすがにか。さあライトニング圏内までなりましたかね。さあライトニングが446かな、446なんで、これはもうライトニングまで回して最後フィニッシュ。さあマジックアーチャープラスミニペで相手ワンチャン狙ってきますが、グッドゲームですね。いや今のはうまい。しっかりこっちがゴーレム展開したタイミングで相手がね、エリクサー使って攻めてきたんですけど、あれ丸々新品のタワーも上げちゃうっていう、上げちゃうっていうか、まあ、その無理な守りはしないっていう、あの諦めっていうかね、許容が本当に大事になってきます。あそこで、まあ、本当によくあるゴーレムあるあるなんですけど、守っちゃうっていうのが一番良くないんでね。さあ続いてスケラか。ジャイスケラは強いよ。ジャイスケラ強いですよ。ジャイスケラは相手が出してくるユニットにターゲットを行ってる間にスケラで攻められると厄介なので、高体力のジャイとか、あとスケラのナイトとかね、そういうユニットには、ダクネとかランバーを攻撃力高いやつをユニット当てて、処理していくという感じかな。いやでもジャイスケラーね、本当にうまいジャイスケラーはそれをさせてくれないというか、ついついランバーとかダクネを適当に使っちゃって負けちゃうことが多いんで、ここはちょっと勉強ですね。ジャイスケラ本当に苦手、その苦手意識が取れないですね。特にゴーレムだとライトニングなんで呪文でスケラをこううまく処理するっていうのができないんですよね。だから本当にこう いちいちに持ち込んでも真ん中からのジャイスケラとかでこう落とされちゃうから。さあここゴレですね。ケツマスケにはゴレ OK です。はい、結構珍しいですよね、高ユニット出してゴレ OK なパターンは。ここは相手左ジャイスケラも出しますが、これ無視かな、無視っていうかもう守れないですよね。そもそもキングさえおられなければいいので、ここはまあキングさえ、ま、あのキングだけおられないようなメガゴ3コスを左に割いて7アドを取っていきます。でこのまま11交換ですね。ここ左にね、ジャイにあのランバー足したくなるんですけど、ジャイにランバー足したところで意味がないんで、このちゃんと11でこう追っていくっていうね、攻めの追加ランバーっていうのはめちゃめちゃ重要です。さあここトルネー出せるのは早いですね。で相手も柳雨の対応が早い。今のマスケットに対してやっぱマスケが残っちゃうと、そのままカウンターのジャイからのスケラっていう形につなげられてしまうので、今ちゃんとトルネードですってレイジ状態のダクネを生かしてマスケを処理していきました。でそれを見て相手も早くて、すぐ柳雨を打ってね、ダクネを処理するっていう、今コウモリ残ってると大ダメージにつながるシーンではありましたので、お互い反応めちゃめちゃ早いですね。さあこうなるとまあお互いそれぞれのデッキが分かった状態で、まあダブルエレクサータイムになるかな。さあこれですよね。こうなるとまあ本当にこのなんだろう、スケラとジャイがどっちかダメージ入っちゃうんですよね。スケラにユニット重ねちゃう とジャイのダメージが入るし、ジャイにユニット重ねちゃうとスケラのダメージが入るしで、このさあゴレ真ん中からしっかり両タワーからターゲット取ってベビドラも生きる。さあこれは強いぞ。さあダクネも追加してトルネも合わせていくかな。さあトルネ、ここのトルネが大事ですね。やっぱね、こうすることでしっかりこの嫌なねマスケット重視と、まあ、ミニペッカとかそこら辺もまとめて処理できると。
さあロリババここは無視できない。相手はこれでジャイプラスのスケラで真ん中から合わせてくるかな。さあそれをさせまいとこのランバ相手にきっちり形作られるとこのゴレデッキはねなかなか止めにくいので、さあトルネで一回剥がして、うまいな、うまい、このトルネはうまい。こうするとちゃんとタワーがスケラに向くんでスケラのダメージを抑えつつ、やっぱ攻めスケ、あの攻めトルネと守りトルネのこのうまさですよね。タイミングといい場所といいで、こういうのってなんか上手い人の見ててもなかなか真似できないじゃないですか。で私最近こうゴレかなり、あのかなり練習してるんですけど、ゴレ練習して思ったのはやっぱりね想定の力なんですよね。見てから反応するって言ってもクラロワって何パターンもこう受けのパターンがあるんで結構限界があるんですよ。スピーディーにその場で処理してその場で考えてその場で出すっていうのは、だから相手がどの攻めをしてくるかなって、今のターンだと必ずジャイスケラで来るからジャイが真ん中から来たらトルネで剥がそうみたいなのもちゃんと想定してできてないと、やっぱり見てからだとこう適切な判断ができないですね。さあラバは結構相性いいんでちょっと倍速でいきましょうか。ラバに対してはもうゴレダクネを同サイドで当てていく、これが鉄板ですね。ラバとかちょっと相性が良さげだと思います。特にこのテンプレのゴレ型はね。いやーでもうまいなー、こうなんかそのトチッタンさんもそうですけどスターリーさんもそうですし、自分と全く同じデッキ使ってここまでトロフィー高い人がいるっていうのはシンプルに励みですよね。うん、自分も頑張らなきゃってなりますもんね、どうあれしても。なここゴレは当てていかないですね。僕だったらゴレダクネの形を今作ったと思うんですが、さあロリババでここもソラユニットまで回していきますね。でゴレからのダクネか、これでゴレダクネの形を作るとこのバルーンにはトルネードがいいんで、こんな感じでコウモリが邪魔して、さらにはここあトルネなしで、おお右捨てる、マジか、すごい一気にここ右で11交換。今トルネでキングタワー起動するかなと思ったんですが、ただやっぱゴレドーサイドには勝てないですねラバルはね。さあ右もこれ一気にキングタワーまで行って、あライト圏内ですね。今の相手がキング守れば守るで左のサイドがかなりリード取れてて、さあナイス、さすがです。さあトチッタンさんもこの笑顔と最後ちょっと煽り気味でしたが、というところで、まあ、こんなあ相手プロ選手ですね、というところで、こんな感じのトチッタンさんの今回ね初めて日本人で8000に行った、トチッタンさんのリプレイ紹介でございました。まあ、私のレベルが全然ね、低いので適切な解説というかめちゃめちゃハイレベルな解説はできていないんですけれども、やっぱ上手いなっていうのが正直なところですね。あとやっぱ自分のプレイと違う立ち回りも結構あったんで、例えば今のラバールに対してのゴレダクネとか、あと何の時思ったかな、ウォールブレイカーの時とかもやっぱ許容が本当に大胆だし、まあでもちゃんと見るとこう理にかなってるっていうかロジカルなので、まあそういうところも一つ一つね自分のリプレイを見直す上での参考にしていきたいなと思います。はい、というところで、今日はですね、ゼロから展開生放送、ご視聴いただき本当にありがとうございました。で、さらには、こちらトチッタンさんのね、リプレイ解説も結構長めに撮っちゃいましたが楽しくて最後までご視聴本当にありがとうございます。またね、今週末は結構有吉っていうテレビ東京の番組に出演させていただいたりだとか、あとゼロ点もあと2日間、続きますし、まあいろいろね、楽しい出来事満載というところで、ぜひ皆さんも、楽しみに待っていていただければなと思います。よろしくお願いいたします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。